皆さん、お集まりいただきありがとうございます。普通に一緒に寝ようっていう。ああ。ただ、ただ。え、一人で寝ちゃダメなの？だからいいじゃん、たまにはさ、一緒に寝ようよっていう。一緒に寝て何が起こるんですか？え、なんでそういう否定から入るの？普通に。いやー、でも、ズンだけだよ、一緒に寝たいの。え、ケンスケ一緒に寝たくないの？寝たくない。タツヨ？寝たくない。未来はめっちゃ寝たい。寝たいんやん。めっちゃ寝たてな感じで集まってもらいました。はい、あとは、はい、じゃあみんなで楽しんでいこう。大基本かな、こいつ。え、でもそれ自分え、キモくない、この絵面。え、誰がキモいの。いや、わかんねえんだよな俺は。あのフローとかこの絵面がめっちゃキモいと思ってしまうから。何がキモいの。キモいって言ってるやつがキモくない。今日はさ、せっかくでさ、意外とさ、俺たちめっちゃ近くにいるじゃん、毎日毎日。うん、だからこそさ、一緒にさ、お風呂入ったりとかさ、うん、一緒に寝たりとか減ったじゃん、逆に。だからここに来て、うん、ちょっと初心に帰って、うん、4人で楽しく絆を深めようか。そう、絆を深めようか。絆を深めようか。絆を深めようか。なるほど。だから逆に超眠くなったら寝ていいから。マジで？それは全然自由。え、マジで？マジで？うん。あかんやろ、絶対。そんなルール。本当にそうだった、今。マジで。うん。じゃあ、そんなお前には、おかしないで、楽しませ。痛い痛い、うわ、ちょっと待って、痛い。ああ、もう帰る。ここ言えよ、お前。そのさ、YouTube 撮ってんの痛いとかやめない？やめよ、心配されるからさ、そう。それ心配されて、お天君かわいそうとか、そういうのなしだわ。冷めんな。痛いとないもん。なんか、ケンスケ。ぶってんじゃないぞ。痛いよ、かわいそうじゃなくて、笑ってくれ。そっち。視聴者で来てる。視聴者で来てる。これで来て。痛いのはきっと重いだろ。かわいそうじゃねえんだよ。笑い。確かにな。で、楽しくなってきたでしょ、ちょっと。じゅん、うん、めっちゃみんな体調悪そう。ね、みんな体調悪そう。やばい、暴走。暴走だ、暴走。あー、なんで、なんで俺なの。なんで俺。ガチ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 ガ救急車？いった救急車よ、これやばい。いや、大丈夫、待って。あー、終わった、ヘルニア物語来た。ヘルニア物語。え、どういうことそれ。バッキバキって言って。バキっつった。バキって言った。折れた。折れてなかったら大丈夫。いや、ちょっと待って。え、立てる。演技じゃなそうだもん。まず立てる。回さないで。え、回さないで。いやいや、修学旅行はだって。怪我はつきものだから。旅行にトラブルはつきものだから。そうだよ。コースが見えてるわ。やらかしたやつとのやつやつと帰るかもしれないけど、コースが今出てる。いや、マジで一緒だね。俺多分何人かで、なんかやばいらしい。そう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 、やばいらしいの。肩ちっちゃくなってるやつだね。そうそうそう。やろう。俺さ、体育座りでもいい。ガチじゃん、こいつ。逆に大丈夫。この体育座り。そう、逆に大丈夫。こういう感じなのかもしれない。こっちに行くのがめっちゃ痛いから。うん。こうなるのが。だから、こっちのこっちに丸めて立てたいから。なんで笑ってんの、お前。お前がやったやぞ。マジで痛いって。すいません、怪我しました。ただいま、怪我して。させた本人の方が泣いてます。まあ未来一回全科持ちやからね。俺の首も折ろうとしてる。どうした。首やったわ。え、待って、誰のせいで。お前のせいだ。あれは俺
ケンスケ殺したわと思った。だって俺頭バウンドしてるんだぜ床で。じゃあケンスケの土を盛り上げて。ちょっと俺仰向けでいい？うん。好き？うん。あれやろうぜ。修学旅行といえば何ですか？修学旅行といえば。はい。恋バナですか？恋バナ。あまあトークもありだな。俺はね枕投げだと思うんだ。おお。枕投げ。だから今から2対2になって枕投げをしたいなと思う。なるほど。心配やる俺。じゃあ。俺とケンスケチームで、せめてチームであれよ。お前俺とれや、せめて。すいません、ちょっとチームでお願いします。お前もやって。てーてー、やめこかしてたよ。うますぎる。次だね。腰行きたいのかって次だね。怖すぎる。背中向けながら。夜のいつものさ、アクロバット、それ練習しようちょっとタツキ頼む代わりで待って俺いなくたってできることあるでしょ。いや潤がいないとできないよ。なんで潤がいなかったら設定するの成り立たないもん。それはそうだけど。なんこいつてーてーアイキャッチ入った。アイキャッチ入った。楽しかったな今日。え、満足した？うん、もう大満足。開催できてよかった。よかったわ。よかったじゃあ。え？じゃあ話す修学旅行トーク。うん、ちょっとして。修学旅行めっちゃやらかしてる。でも未来から言って、シンガポール行ってたね修学旅行。あ、高校の方か。そう、あと飛行機乗るんだけど、うん、前日友達に寿司めっちゃ食わせて、うん、生物を、うん、で、その友達飛行機でバゲロするっていう。そう、それこそ隣にジュンみたいな子がいて、うん、その子全部着替えることになって、あの車内服着てた。機内服真っ青の。ジョーシーはなんか修学旅行エピある？修学旅行エピね、どこ行ったの？高校、沖縄行ったんだよ。おー、うん、沖縄とかめっちゃありそう。俺こういう性格じゃない、うん、こう、あんまりこうモテ立って立つタイプじゃないじゃん。はいはいはい。で、この日の夕食みたいな、バイキングみたいな修学旅行行ってる3年生か、うん、集まるバイキングみたいなとこで、うん、他のクラスの人なのかな、男の人が、うん、でもなんか盛り上げたいから、今日女の子のね、うん、仲いい女の子の誕生日ですみたいな、みんなで祝ってあげてくださいみたいな、うん、で誕生日おめでとうみたいな、でその子もサプライズじゃん、うん、で喜んでさ、うん、みたいな恥ずかしいみたいになってるわけ、うん、だから音楽が流れてダンスをするみたいな、うん、みんなで、で男のその陽キャのさ、サッカー部とか野球部とかこう踊るわけ、うん、その音楽に合わせてタッチしたらその人が踊ってくみたいな。ああ、なるほど。なんか連鎖みたいな流れがあったわけ。はいはい。で、はい、で、わーみたいな、うん、で、はい、はい、わーみたいな、結構それで一人ずつ増えてくるじゃん、うん、っていうのやって、うん、俺の番が来たわけよな。俺にも、うん、来たな。それある来るよな。これはまずいと、うん、俺は目立つのが好きじゃない、うん、けどみんなはそういうノリをしている、うん、いろんな葛藤があったわけ。はい、自分の中で、うん、この正解は何だと思って、うん、で、こうタッチをされたわけですよ、うん、足だけ踊ってきた。俺が選んだ選択肢。足だけステップしてる。え、ジュンはチームには入っていいの？ジュン守るみたいな感じ。枕投げしようとして。え、だって枕投げするって言ったら4人でやらなくてもいいじゃん。なんでバカにするの？バカにしてないし、なんで嬉しそうなの？本当に痛いの？え、分かんないでしょ、あの痛さの。抵抗できない気持ち。うん、貧弱だからね、それ。なんでそれふざけんの？ふざけない。ガチなの？俺もガチで言ってるよ。ガチじゃないじゃん。え、ガチで言ってる。ガチで貧弱だと思ってるって言ってる。ジュン、ごめん。ジュン、ほんとごめん。ジュン、ごめん。どこ見てんの？目合ってない。久しぶりやで。いやいや、お前ほどなってるって。大丈夫？もっと軽い人でやった方がいいやん。確かに、そうだそうだ。いた。出れた。てー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 。順って彼女いるの？中学旅行が。